さあ来た時計部屋。そっか、地下墓所クリアするとここに直接来れるんだ。時計塔を登んなくても。これはいいな。で、ちょっと R2 のあのスキルいらねえな。光を照らすだけのスキル。いや、これいけんのかな。やるしかないけど。よし、行こう。さあ、どうなる時の守護者。行って、残剣の塔を設置して、私は固める。とにかく固める。敵に何もさせない。こういうスタイル。あ、行って。やべ、危ね。オッケー。さあ。地面を燃やすだけのスキルになっちゃったけど。オッケー。とりあえず固めて。いいよ。何もさせるな。HP 半分いった。一旦。だな。これさ、氷漬けダメか。あいつの攻撃を消せるかと思ったけど、さすがにそれはダメか。 OK、 よし、いて、やべ、あれ嫌なんだよな、こっちの攻撃を全て何もさせなくさせるっていう。よし、あべ、いて、上下の攻撃がえぐい。よし、危ない、避けた、奇跡。やぶ、痛い痛い痛い、ちょっと待って、すごいいい。このままで進むと何も言葉詰まっちゃったようだな、あいつも。よっしゃ、いけた。マジか、ちょっと強すぎたな、今の。早打ちの弓。これはでも今、もう氷しかないよな。で、テンポラル。スキンだ。もう、ファイアボム。夜の明かりはいらないか？道を明るく照らす。これファイアボムしちゃっていいかもな。オッケー。いやー、よかったよかった。ここをクリアできたのを、正直2回目で、このステージまで前も1回来てて、ただ、ここまで楽だったのはマジで初めてだな。よし。セルもどんどん溜まってるね。で、回復。よっしゃ。で、あれだもんね。ポーションも2個余ってんのかな、まだ。どうなんだろう。いや、回復薬の数は大事だかんね。で、ちなみに、ここのステージは、結構大変で、雑魚が雑魚じゃないんだよね、もう。一体一体中ボスクラスの、HP とか、あとなんか、そのぐらい、なんて言うんだろうな、戦いづらいというかね。いやー、どうしましょう。とりあえず投げて、残剣の塔で。あ、でも意外とだな。あ、ぶぶぶ。ああいうやつもいいんだよね。で、下から、いっていっていって。やっべ、クラスターもあんのか。いや、どうしよう。ちょっと一回降りるともう上上がるの大変だな。オッケー。凍らして燃やす。そうだな。これしかないな。で、入っちゃうかな。これ入ると、裏ステージみたいに行けて、表と裏をね、行き来したりして、なんか攻略を目指していくステージで、結構大変なんだよね。よし。オッケー。さあ、下になんかいるね。こいつを倒して、あの槍のやつがね、上にもね、槍を突き上げてきて攻撃してくるから、結構ね、下にも注意してないと、いつの間にか下からざっくり行かれるっていうことも結構あるんでね。ちゃんと注意していかないといけないかな。
おお、ボス的なやつだね。燃やして、あ、またこいつらか。なるほど、はいはいはい。やべやべやべ、よし。ちょっとさ、油はあるんだけど燃やせない。 OK、 燃やせた。よし、 OK、 いいぞいいぞいいぞ。飛んでくるんじゃない。あれ、なんかあいつ凍ってない？凍ってるっていうか動けなくなってない？左のやつ何やってんだあいつ。あ、動いてきたなんでだ、なんで今動かなかったんだ。行って食らったのか今。よし、 OK、 あとはもう残剣の塔に減らしてもらって、私も凍らせるか。よし、 OK、 勝ち入りましたね。OK。 で、このなんか武器みたいなやつ、城の鍵なので拾っていきましょう。よし、 OK。 城の鍵もね、結局何個か必要だったと思うので、今の1個手に入ったから終わりって感じじゃないんだよね。いやー、どんどん見つけていかないと。どうしよう。はい、投げて。いや、こいつが本当に怖いのよ。すごいことしていくんだからな。よし、危ね、開いて。そう、よし、燃やして。さすがに炎は吸収できまい。あれも怖っ、クラスターがマジで怖い。よし、残剣、よっしゃ、いいぞ。いや、マジで勝手に攻撃してくる、してくれるこのスキルがないと本当にやばいな、このステージは。よいしょ、 OK。 お、回復いいじゃない。で、スクロールをいただいて、あー、どうしよっかな。もう1万超えてるもんな、 HP。 戦術でいいかな。危ね、危ね、くっそ。よし、残剣。あ、壊された。いいよ、よし、 OK。 あ、壊されてなかった、運ばれただけが。あの盾構えながら突っ込んでくるのが本当に強いんだな。よし、 OK。 さあ、こっから、失礼、くしゃみ出ちゃった危ねえ、敵いない場所でよかった。よし、お、いやー、そっか、精巧な剣とキングのセプター、電撃のうち、正直右2つは癖ありすぎて使えないで、精巧な剣は癖がなさすぎて使えないかな。ちょっとね、難しいよな。癖がありすぎてもなさすぎても、ちょっとね、やっぱ武器としては癖がちょっとあって、なおかつ火力が高いっていうのが理想だから、ね、難しいよな、選ぶのって。よし、で、ここは割れる。なるほど、どこ行けんの。お、トニックはいらないかなさすがにいらないね。よし、で、上移動。危ない、この野郎。 OK。 お、ここも割れる、すげえ割れるな。お、穴がある。ほう、いやー、月下の鍵なんだそれは。さあ、宝箱を開ける。チキンパワーレベル7残剣の塔が今レベル4か。いや、でもチキンじゃないよな、残剣は強いからな。え、これなんだ、あのあれを持ってこないとダメだもんね、鍵を。どこにあんだ、探してるの見つかんのかな、それともまだ行けない場所だったりするかな。ふむ、なぜ王はクリスタルを得るためだけに
ここまで深く掘らせようと思ったんだ。どこかに売却でもしていたのか、あるいは単に綺麗な石が好きだったのか。はあ、お金がゲットできました。それだけか。よし、行こう。2体ですね。まあ問題ないかな。よし、 OK。 あら、あいつこっち来れないじゃん。こっから撃ちまくってれば勝ちですね、これは。今なんか食らった？あ、やべやべやべ、ここダメだったか。あべ、行って行って行って。何、下にもなんかいるんか。よし、オッケー。あぶあぶあぶ。よし、凍らせて残剣。危ねえな。よし、オッケー。よいしょ、いいよ。あ、痛え、食らった。いや、もう本当に迷うな、ここすごい広い。ここ来たな、最初の場所か。そうなったらこの下の方行ってみるか。やばいやばい、危な。オッケー、この下は危ない危ない危ない、まずい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 。ちょっと待って、危ねえ、やめて。よし、オッケー。危ない、いえ、いていていて、あ、まず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 。くっそ。こいつら本当に。どんだけ連携してくんだよ。これ入っちゃうか。お、なんだ、ここは敵がいる場所じゃないのか。あれ、全然調べたりできない。お、わあ、敵いるじゃん。がっつりいるじゃん。ちょっと一回回復しよう。これはセットして投げて凍らせてスタート。よし、オッケー、いいコンボが入った。よし、オッケー、半分いった。いいぞいいぞいいぞ。凍らせて、やべ、意味がなくなった。よし、でまた炎を下に撒き散らして凍らせる。オッケー、よっしゃ、城の鍵。何この培養されてる感じ。なんか作られてんのか、モンスターが。となると元凶はここの王様ってことになるのか。どういうこと。自分の領土をそんな火の世界に変えてなんか実験してたってこと。恐ろしいんだけど。よし、何もいなかった。オッケー、アップね。よし、弓を撃って、さあ燃えろ。オッケー、アップね。いや、後ろ今ダメージ入ってないね。それは嘘だった、全然ダメージ入ってない。よし、待て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 。オッケー、さあ残剣の塔でダメージを。オッケー、おう、ここはどこだ。お、まだ来てない場所に出た。ほうほうほう、とりあえず大した敵はいないね。登れない。こっちからならいける。よいしょ、よし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 、この距離あれば。オッケー、こいつを倒して、よいしょ、オッケー。おー、特にだな。あ、よいしょ、危ね。よし、オッケー。こっち側にもなんかあんのか。よいしょ、さあどんどん暗い。オッケー、いいね。い
やもう残剣の塔がないとこのゲームのクリア不可能と言っても過言ではない。あ、いてっ、よし、オッケー。あー、下の場所、お、あ、開くじゃん、玉座の間入れるよもう。え、どうしよう、どうしましょう。もうボス戦いけるってことだよね。ここはちなみになんだ、お、あら、特に特になんもないね。よし、いや危ない、よし、こんなもうあともうちょいでクリアっていうところでダメージ受けたくないな、危ない。 OK、いや、かなりいいんじゃない?よし。君は一人だったらもう何もできないでしょ。やばいやばいやばい。アップね。ちょっと下来てくんない?ちょっと下来てくんないのね。なるほど。よし。燃やしてしまって。OK。よし。間違えたボタン。いや、そこにいられたらだってもうよし、燃やして、危ない、 OK。 いや、マジか、いって、いや、ちょっと嫌な位置にいるなお前。よし、 OK。 もうワンコンボであんなに入んのか。ちなみにどっちがいいでしょうか。あー、どうだろうな。まあ、炎より油をかな、変えよう。よし、いいんじゃない。まあ、あれがもらえただけでも来た意味はあった。やっべ、登れない。よし、 OK。 よーし、いい感じのダメージは入ってる。やばいやばい、座る。オッケー、よし、回収。オッケー。で、わ、またいるじゃんボス。すげえな、ここボスラッシュだな。で、狭い狭い、これはやばい、この狭さでこのハリネズミはやばい。いってー、ダメージいく。よし、危ない、よいしょ、 OK。 よし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 、あっぶな、城の鍵、城の鍵か。結局あの先に行けるってだけかこれ。お、バッツ、よし、これどこに来たんだ今。よし、新しいスクロール、HP 上げよっかな。よし、 OK。 よし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 。で、怖いので君は倒しちゃう。はあ、なんだろうな、来たことない場所。なるほど、つながってたね。ほうほうほう、発動したなあれ。よし、オッケー、探索者のなんとかっていうの発動した。全部見えるようになってるね。よいしょ、オッケー、燃やしちゃおう。よし、いいぞ。で、ここ入って、あー、あれだな、あー、なるほど、はあはあはあ、あれ、左上の方行くと何があるんだ、あれ。こっち側なんだ、ショップか。あ、ショップだ。なるほどね。あー、自動ダブルクロスボウもいいな。残剣の塔より火力は上がると思う。これやっちゃおうか。よし、やっちゃおう。OK。まあそんなもんかな。うん、で、こっちに飛んで左側のドアを開けると、
何がある？入れる。あ、なんかある。バリケード。バリケードはちょっと微妙なんだよな。盾がないと意味ないしね。強化のスクロールいただいて、これはどうしよう。 HP 上げるか。いや、戦術ダメージを増やしていこう。で、歩兵のグレネードはいらない。そんでここが壊せるけど、壊すと下見えねえな。いって最悪最悪。これどうだ、いけんのか。いける、これ。いや、無理だよな。あのブーメランみたいな、なんだろう、ちょっとここまで来て死ぬのは嫌なので。お、なんだこの部屋は。調べる。王は王の手に全幅の信頼を置いている。私も巨人に対しては同じ思いだ。だが彼のことが心配なのは否めない。しばらく顔すら見ていないのだから。あれ、この人ってさ、あれだよね、あの私を最初に見つけた人というか、だよね、女の人。これは知らないな。すげえ間抜け寺だけど、誰だろう他には特に写真はない。前任の料理人が殺されて以来、料理の味がおかしくなった。王の手は全く気にしていないようなので、私は鼻をつまんでカスタードの味を頭に浮かべながら食事をしている。王の手っていうのは、だからなんかあれだよね、側近っていう意味かな。もうで、なんだ。王は自分の命が狙われていると信じてやまない。そのような陰謀が計画されている可能性はあるが、その存在を裏付ける証拠はない。さらに悪いことに、料理人が処刑されてからというもの、食事の質は悪化の一途をたどっている。はあ。キングサイズ。王が私の英社に直々にいらして、私と巨人が描かれた肖像画を持ち去ってしまった。王の不満は理解できるが、私の部下たちは動揺してしまっている。はあ。巨人っていうのが、だからあの独房にいたやつだよね。すっげえでっかい骸骨があったけど、あれのことかな。なるほど。だからなんかもう側近たちもどんどん処刑してしまってるというか、投獄したりしてんだね。うわ、なんかもうおかしくなっちゃってんだな、王様が。よし、行きましょう。ラスボス戦かな、おそらく。多分そうだよね。こんだけ仰々しい感じなら。マジか。また回復とかできたのか。使う必要なかったな、今回復薬。あ、回復薬1個もらえる。やった。これはでかい。で、新しいグレネード、パワーグレネード。大きな爆発を引き起こす。単純に強そう。あと、トゲの盾。攻撃をブロックした際に大きなダメージを与える。そういうのもあんだね。まあまあまあ。なんだろうな、そんなに欲しいのってあんまないな、今んとこ。とりあえず、ゴールドのやつ、やっとくか。よし。で、鍛え直す。補正効果つけるよりも品質アップグレードだな。よし。で、どうしようか。あー、そっか、あれだね、オイルをばらまくやつがなくなっちゃったから、そういうのが欲しいんだな。自動ダブルクロスボウ、ちょっとそれを目指してやってみるのありだな。補正効果やろう。お、敵を可燃性の油で覆う。来た。攻撃は最初の敵を貫通する。死亡した敵からバイターが出現する。はあ。まあまあまあ、いいんじゃないかな。
これで行こうか。よし。で、変異は特に問題なし。さあ回復して開ける。さあ行きましょう、玉座の間。いや勝てるかな。この場所から島全体を見渡すことができる。そしてその島が正気によって覆われている。読めなかった。玉座の間に初めて到達する。来た。あ、お、シールド貼った。うわマジか。王の手。いや側近がいるか。やっぱさすがにそうだよな。危ね、行って、よし、やべえ、行って、行って、マジか、こんな、いや、行って、あ、さっきまで閉じてなかった、そこ。え、ちょっと待って、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 多すぎるって、よし、よし、危ない、危ない、OK。あとは、下のだけ、お前だけか、よいしょ、OK、OK。いや、行って、えぐ、あぶね、よいしょ。いやなんだそのフラッグ、フラッグが降ってきたけど、あぶない、ちょっと、あ痛い、まずい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 、よし、あ回復したい、あ回復したい、いや回復回復なんてできないじゃないの今の。そんな好きなし？何これ銀行。大きな財布の準備はいかが？金貨が滝のように降り注ぎ続けるような大きな音が聞こえてきた。その音の正体が何なのか調べてもいいかもしれない。はあ、ボスラッシュ。激しい戦闘の音と勝利の栄光へと誘う声が聞こえてくる。地下にあるドアを抜け、その先に何が待ってるのか確かめに行ってみよう。はあ。マジか。超強えな、ボス前。ボス前だもんね、あれ。ボスとは一瞬も戦ってないもんな。戦うのかわかんないけど。で、さっき言ってた巨人っていうのが俺だな。いやー。こいつもだから側近だったんだろうね、もともとボスのさ。でなぜか知らないけど投獄された。もしかしたらなんかその疫病、敵がかかってるのか知らないけど、そのなんか腐っていく病気みたいな、それにかかっちゃったから投獄されたりしたのかな。そういうことでもない限り側近をねこんなところに閉じ込めるなんてことないと思うので、おそらくそういうことだろうな。はい、というわけで、本日はここら辺で終わりたいと思います。いやーでもなんかラストの方まで行けたの結構嬉しいな。初めてだからね、さっき出たように。なのでちょっと今後また、あそこまで行けるように少し、練習してやっていきたいと思います。というわけでよかったら次回も見に来てください。ではおやすみなさい。